モンゴル時代の河北東下領。ネイ・マサジは地図上にないが大トロの東北に位置する。ネイ・マサジは中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及びウォーモットウルスの時代に現在の内モンゴル自治区通り、漁師一帯に設置された。一州とともに建国の行進たる左手の五島下の一角、イキレス部族の遊牧地とされていた。チンギスカンによる 最初の緊張遠征の際、両党、両政地方の攻略を委ねられたのが、左翼軍の長たる国王ムカリであった。当時のイキレス部族長、ブトゥキュレゲンは、ムカリの指揮下の下で、両政地方攻略に活躍し、この時の功績によって、河北の漢州、両党の一周の二周を与えられ、ネイマサの一帯は、イキレス部族の領地となった。年には、 ブトの息子デレケの息子、ソゲドがネイマサの名に由来するネイマサ軍王くらいを与えられ、以後デレケの家系はネイマサ軍王を称するようになった。1318年には初めてネイマサ府が設置され、4年後の1322年に初めてネイマサジが設置された。これ以後のネイマサジについての記録は少なく、不明な点が多い。ネイマサジには、 ネイマサ県のみが設置されていた。原師巻118列伝後ハイハゲ伝、受大四国王牧が、はじむ略地両党、西、も、高風館、伊二州、原子巻108票三照票、ネイマサ軍王。佐藤歌馬、資源22年風。フレン吉月馬、原師巻26人総本義さん、園遊5年2月木の絵虎、おけネイマサフ。 原子巻二28映像本義に、イタりチ2年12月日の犬、マスネーション2目下地、増地1県屋内1930、651から652ページ、原子巻五58シリング10利子1、ネイマサジ、ゲ、両県1、ネイマサ、ゲ、ありがとうございます。